店の特徴、なんといってもこちらね、お会計のエリアが海外の銀行をイメージした作りになっているということなんですね。実はちゃんとこの銀行名前も付いております。その名もシュガーマンバック。そう、お菓子屋さんらしい、なんだか美味しそうな名前が付いてます。はい、というわけで、ね、本日はこのシュガーマンバックの前で始めてまいりましょう。改めまして皆さんこんにちは、ようこそ東京ディズニーランドへ。私たちは東京ディズニーランドの魅力を皆さんにお伝えするために登場しました、ジップツーブガイドツアーです。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、どうしたどうした、この線から出るなってこと、斜めに立つの、斜めに立つの、でもあっちにも人いるんだよ。ちょっとあのもうちょっと整理してから喋ってもらっていい？あ、怒ってる？大丈夫？今怒ってるの？ごめんごめん、お父さん、お父さんちょっとね、まとまんなかったからあれだからね。何？どこが真ん中かな？一言さんがいるところが真ん中だよ。いつもそうだろう。いや、一言さん今ここにいるからここが真ん中だよ。いつも通りだよ。何も変わらないよ。あれ、怒ってる、怒ってる。始めよう。というわけで、ちなみにですね、今日登場してからここに来るまで、私お父さんの弓に刺されそうになったこと2回でございます。周りに気をつけてください。はい、というわけで早速始めていきたいと思います。さあ皆さんね、東京ディズニーランドの楽しみといえばね、やっぱりアトラクションが楽しみという方多いのではないでしょうか。そこで今日は素敵なバイオリンの音色と愉快なパントマイムと、私のイケメンボイスで東京ディズニーランドにはどんなアトラクションがあるのか、ぐるっと一周回ってみたいと思います。参りましょう。ぐるっと一周ディズニーランドのアトラクション、スタート。オムニバス、フェニアケード、カリブの海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンメダルス、魅惑の地球ルーム、スイスパディツリーです、カットリーミルシアター、ビクセンダーマウンテン、トルソルトイカナ、ジョクセン、アクトインゴ、スプラッシュマウンテン、フィーバーブラザーズ、カミータキャン、ピーターパンスランプ、シライフル、ジーンのジェルカ、ワンテッドマンション、ソートフランポ、ヤッスルカルズ、シンデレラ、レアリティールホール、アリスのティーパティ、ミキのミルフォーマジック、ボルキューのモーテルド、イッツ・ソーラーのプーサー、パニーフット、メジャーラビットのカートンスピン、ミニーの家、ミッキーランド、ミートッキー、チップ・ウィル・ツリーナス、ガジェットのゴーベスター、テナムのメイトリング、ベッタムトレーナス、フルバック、スタージェット、スティッチ・エクレント、アザイティアのアップルーサー、スペースボール、スポーツレッサー、アドベンチャーズ・コンティニュー、ブラッツット、モンスターズ・クライブ・オン・ブ・ゴー・セーク。ありがとうございました。東京ディズニーランド38のアトラクション、一気にご紹介してまいりました。さてさて、というわけでね、本日はこんな雨の日ならではの演目でいきたいと思います。行きましょう。こんな雨の日はちょっと遠慮したいアトラクションシリーズでございますね。いやー、濡れますからね、雨ですからね、寒いですし風邪ひいちゃうといけませんから。さあこんな日どうですか。いやー、乗りたかったけどな、この天気だしな、ちょっとやめとこうかなっていうアトラクション何がある。そうでしょう、そうでしょう、スプラッシュマウンテン ね、ね、ただでさえ濡れるから、ね、雨で濡れて、さらに濡れて風邪ひいてしまったら大変ですからね。まあ、もしかすると、スプラッシュマウンテン乗りたかったけど、雨降りだしちゃったからまた今度しようかなと思っておられる方いらっしゃると思います。はい、というわけでね、その方のために本日はこのパントマイムのガイド君がここで、ね、屋根のあるワンドボタンでスプラッシュマウンテンになります。でもね、代わりにここで、スプラッシュマウンテン乗れちゃったぜみたいな感じで楽しんでいただければと思います。早速参りましょう。スプラッシュマウンテンのご紹介です。クレタカジュにあるスプラッシュマウンテンでは、マルタのボートに乗り込み、ウサギのと一緒に愉快な冒険の旅に出ます。冒険の最後ではなんと16メートルの高さからびしょ濡れになるラックがもついています。ところで皆さん、なぜスプラッシュマウンテンと名前がついているかご存知ですか。スプラッシュマウンテンはその昔、チカピンヒルと呼ばれ、ウサギの家、キツネの家、クモドンといったクリッター、小動物が平和に暮らしていました。そんなある日のこと、みんなに内緒でお酒を作っていたアライグマのマケッティが、お酒を蒸留するときに、ブルーベリーを入れすぎて、蒸留機が大爆発するのに。ビーバーブラザーズのダムが決壊し、地下ピンヒル内部の巣穴トンネルが水浸しになってしまったんです。それ以来、クリスターたちはこの山のことを水しぶきの山、スプラッシュマウンテンと呼ぶようになったんです。
地を元にしています。自分を取り巻くトラブルから逃れるために、茨の茂みのお家を飛び出し旅に出るウサギドンと、そのウサギドンを捕まえようと追いかけるキツネドンやクマドンのお話です。ありがとうございました。ゼプレッシュの運転のご紹介でした。いやーというわけでね、雨ですからね、スプラッシュマウンテンね、立ちそばで落下したところ濡れてしまってね、風邪ひいてしまうとあれですから、やめておこうかなという方もいらっしゃると思いますけれども、でもね、雨降って濡れちゃってるんだから、もはや一緒だろうみたいなね、考え方もございますんで、よかったら乗ってみてください。ちなみにですね、私今、と思ったポイントがございます。第6のパントマイムの中で、ね、クリッターを紹介してまいりました、ウサギとキツネとクマドンと、ね、あのクマドンの腰が低いの、皆さん気づきました？気づいてないかな？ちょっとウサギとキツネとクマドン、もう一回やってくれる？はい、いきます。ウサギとキツネとクマドン、よし、すいません、すいませんっつってね、あの本当のクマドン僕ね好きなんですよ、大好きのクマドンね。ちなみに、このウサギドンキツネのクマドンですが、日本語だと、ウサギドンですけれども、英語圏ではブレアラビット、ブレアボックス、ブレアベアと呼ばれているんだそうでございます。ブレアというのはね、アメリカ南部の古い言葉で、兄弟みたいな意味の言葉だそうです。ですからね、直訳するとウサギの兄貴みたいな意味合いになるんです。ところが、スプラッシュマウンテンでね、ウサギの兄貴がキツネの兄貴に追いかけられて、なんか若干しっくりきませんので、意訳してウサギドンと呼んでいる。ですからこれ、うちの大道君で言いますと、ブレア大道、大道の兄貴、転じて大道と、大道とね、ちょっと口にすると気持ちいいですよ、大道と。一緒に言ってみますか、せーの、大道と。なんだこのコーナー、すいません、ありがとうございます。言ってみるもんですね、付き合ってくれるんですよ、皆さん、ありがとうございます。はい、というわけで、ね、スプラッシュマウンテンのご紹介でした。さあさあさあ、どんどん参りましょう。こんな雨の日は、ちょっと遠慮したいアトラクション、第2弾。どうですか、お父さん。ね、スプラッシュマウンテンもそうだけど、もう一つあるでしょう。どう思います？こんな雨の日は。そうですよね。ビッグサンダーマウンテン。ね、ビッグサンダーマウンテンはね、屋外を滑走する、コースが非常に長いので、今、って感じ？知らなかった感じ？ビッグサンダーマウンテンね、この山の中から外に出るエリア、外も結構走ってるから、これ、ね、こんな雨の日になると、もはやビッグサンダーマウンテンの方がスプラッシュマウンテンよりスプラッシュマウンテンみたいなことありますんでね、ちょっとね、これいい加減風邪ひいちゃうから、今日ビッグサンダーマウンテンやめとこうかなという方、いらっしゃると思います。そんな方のためにね、本日はこちらのマウントマイムのガイド君が、ね、皆さんもうお分かりですね、ここでビッグサンダーマウンテンになりますそうです。よかった、覚えていただきたい、この流れ、嬉しいですね。はい、というわけで、続いてまいりましょう。ビッグサンダーマウンテンの登場でーす。ミルキューに西部の開発にとって、リベスや駅舎、蒸気機関車は大変刺激的な交通手段でした。しかし、ゲストを乗せてウエスタンランドの荒野を大爆走する荒野でした。ビッグサンダーマウンテンほどエキサイティングな乗り物はありません。機関車のいないこの鉱山列車は、深い谷や螺旋状の洞窟で不吉な荒野を急上昇、急降下、流線化しながら猛スピードで駆け抜けるアトラクションです。ビッグサンダーマウンテンには古くから超自然的な力があると言われてきました。1850年代にこの山で金塊が発見されたので、鉱山会社ビッグサンダーマイニングカンパニーが設立され、莫大な量の金が採掘されました。やったねー。1880年代になってからより深いところに掘り進めるため、ダイナマイトを使い始めたところは、まもなく不吉な現象が起こるようになったんです。新しく作った坑道から不気味な物音がこだまとなって聞こえてくるのです。鉱たちはトミーの数を霊だと言い、不可解な落盤や機械の故障が相次ぐようになりました。しまいには機械しのいない鉱山列車が走り出すようになったんです。ビッグサンダーマイニングカンパニーは創業も続けているんですが、この鉱山会社を訪れると機関士のいない鉱山列車が走るビッグサンダーマウンテンの挑戦的な力を体験してしまうかもしれません。ありがとうございました。
ビッグサンダーマウンテンのご紹介でした。さあというわけで、本日、続けてご紹介してまいりましたスプラッシュマウンテン、そしてビッグサンダーマウンテンですね、まあちょっとね雨の様子にもよるんですけれども、よかったら乗ってみてください。はい、ということで本日もうちょっとだけお時間がございます。さあさあ本日ね、6月13日でございます。ディズニーイースターも本日と明日を残すのみとなってしまいました。ということでですね、この残りの時間は10分ずつライブツアーもイースターバージョンでお届けしたいと思います。さあ皆さんね、ちょっと気になっているかと思いますが、我々の帽子にうさたまが挟まっておりますね。こちらですね、イースターの期間中トゥデイの中に入っている、イースターの冊子、そのスリットが、折り紙になっておりまして、切り取っていただきますとこういううさたまの、折り紙が作れます。でね、これみんな同じの持ってるんで、ね、私と大道くんは自画像を描いて、こわっ、大道くんの自画像こわっ、 あれ大道くん今怒ってるの、これ怒ってる大道くんの顔なの、うん、でもなんかいつもと様子が違うよね。目が怖い、目の奥の闇が怖い。ね、あというわけでね、せっかくですから皆さんにご覧いただきましょう。ね、これ見てください。大道くんの自画像です。皆さんに今順番に回っていきますね。大道くんの自画像、これもうちょっとポップな感じに仕上がらなかったんでしょうか。これ。ホーンテッドマンションの音楽がしっくりきてしまう、グリムグリニングゴーストが、ね、うちのパントマイムの最後の自画像を描いてまいりました。なんでこのタッチで描いてしまったのか。皆さんもね、これイースター終わってしまうともう手に入らなくなってしまいますので、トゥデイ、ショップのレジ横なんかで置いてあります。その中に挟まってますので、ぜひね、今年のイースターの記念に折り紙作って、絵でも描いて、持ってていただけると。お父さんもちなみに可愛いですね。お父さんのね、カラフルに、卵をこう抱えているデザインで、描いています。こんなね遊び方もできますので、皆さんよかったらね、お胸に一つ、手に取っておいてください。せっかくだから大道くんね、並びで言うと、ひとことさんがいて、大悟と、おとまさんと。はい、ということでね、自分のガイドツアー本体がこれ、大悟君、今、怒ってる。僕がトークをしていて、パントマイムをやらせてもらえないから、不機嫌になっている、嬉しいって感情も、それはそれでよく分かんないけどね、嬉しい、下半身が嬉しい、感謝してるか、感謝して全然連携が取れない。感謝している、ありがとうございます、ありがとうございます。ごめんなさいごめんなさい、あれ、いやいやいや、何ですか、じゃあ話戻しますね、妙な空気になってきたんでね、さあさあさあ、ということでね、イースターでございます。どうでね、東京ディズニーランド、50の、ディズニーキャラクターのイースターエッグご紹介していきたいと思います。まずはミッキーの仲間たちから参りましょう。ミッキーマウス、ミニーマウス、トナルドダック、デイジーダック、ブルート、グーフィー、チップ、デール。さあ、ここからはディズニー映画あるいはアトラクションからの登場ですね。まずはジャングルブックより、バルーン、そしてキングルイ。はい、これ私はただの木の役です。何のキャラクターでもありません。なされるがまま、ファインディングにもより、ニモ、ドビー、ちょうでアナと雪の女王より、オラフ、三人の騎士より、ヨセ・キャレント、ベジーとロメロ・ミゲル・フンネル・フランシスコ・クインデロ・コンデルセ、カントリー・ビア・シアターより、ヘンリーとテディ・ベラ、たまには上がってらして、無視しないで、ゼウコ・ピアより、ジュディとWitchy!
グッチ。トイストーリーよりバズ・ライトイヤーとさあ、アンミオ・ポーズ。バルブルベイマックスよりベイマックス。R2D2 モンスターズインクよりマイクとサリー。以上50プレゼントでした。さあ皆さんもお気に入りのキャラクターいましたでしょうか。ぜひパークの中探してみてください。ありがとうございました。はい、ということで、ね、このキャラクターたちもね、あと2日今日と明日ね、お別れとなってしまいます。ぜひ探し出して一緒にお写真でも撮ってみてください。はい、ということで本日はこの辺りで失礼します。皆さんこの後も夢と魔法の国境ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お送りしたのはチップズームガイドツアーでした。それでは皆さんいってらっしゃい。はい、真ん中のお姉さんだけお気づきになりましたね。今ポーズを取った瞬間に大悟くんが私の足を踏みました。あとで話がある。それではまたお会いしましょう。バイバーイ、いってらっしゃい。足踏んでおいて。天気があまり良くないですけれども、皆さん雨に濡れてね、風邪などひかれませんよ。お気をつけてこの後もお楽しみください。それではまたお会いしましょう。ハバナイスデイ、いってらっしゃい。ごめんなさい、向こうから帰ります。すいません、ここまで来ていただいたのに。またお会いしましょう。バイバーイ。